ちょっとロングコート1枚こう羽織ってあげるだけで結構大きく変わってきます。はい、本当真冬でも全然問題なく乗り切れるかなと思います。丈感のバランスでロングコートでその身長の低い方も似合うアイテムだと思うので、はい、こんにちは、桑原和樹です。はい、本日は、冬を制す、革ジャン×ロングコートということで、やっぱりね革ジャン常に着ていたいなという、やっぱり私はそういうタイプですので、真冬でも革ジャンをねこう着ていられるような方法として、部屋の中ではね革ジャンをそのまま着ていて、外に出るときは上から、ロングコートを着るというのをちょっとおすすめをしてるんですが、今日はちょっと具体的にね3パターンぐらい、ご紹介をしたいと思います。はい、今年はね暖冬と言われてまして、12月に入ってもね20度の日があったり、最近でもまだね10度を切ることってなかなか少なかったりするので、そういう時のコートの着方だったり、10度を切って本当に本格的に寒くなってきたらこんな感じで着たら、過ごしやすいんじゃないかなみたいなことをご紹介できたらと思います。はい、はい、まずブラックデニムにブーツに革ジャンですね。秋からずっと、してる格好ですけども、基本的にちょっと寒くなってきたなという時は、この中に薄手のニットを着ていただくだけで、割にもそうですね、秋から冬の初めぐらいまでは全然普通に着れちゃうと思います。レザーが風を通すのを防いでくれるので、中でしっかりと薄手のニットなんかを着て保温してあげれば、秋口から初めの冬までは全然乗り切れるとかと思うんですが、ちょっとねやっぱ寒くなってきたなというところで、こちらですね、これもねよく僕は好きでやる、コーディネートなんですが、ちょっとロングコート1枚こう羽織ってあげるだけで結構大きく変わってきます。はい、レザー1枚だとねなかなか寒い時は冷えてしまったりするんですが、やっぱりレザーの上にレザー着るだけで意外に重なってる部分は保温してくれるので、今年みたいな冬だと全然12月でもこれぐらいの感じで乗り越えれるかなと思います。もちろん黒いコートとかでもいいんですが、こういう青いコートとかで少し真っ黒の中に青を一つ加えてあげると、ちょっと雰囲気のある感じに仕上がるかと思いますね。で、僕はね結構荷物を持たないのもありますし、ちょっと夜になったら寒かったりすると、やっぱりこういうちょっとね大きめのポケットがついたようなコートだと割に荷物も入れれるし、寒い外で歩くときはちょっと手を突っ込んで、寒さをしのぐようなこともできるかなと思います。はい、でもですね最近ちょっとね今12月、後半に入ってきたんですが、寒い日もちらほら、出てきました。そういう時はですねこちらですね、こちらストラムの、ウールのフィッシュテール、コートですね。コートでもロングといってもこれぐらいの丈感だとそんなに重くもならないですし、さっきの革と違ってこういうウールの素材のもののコートを着ると、格段にあったかくなります。はい、10度を下回らないような時はもう本当これぐらいで全然問題ないかなと思います。はい、それでもちょっと夜とかになるとすごく冷え込んだりするので、首元が一番やっぱり寒さの原因になるので、ちょっと1枚ねこういうマフラーというかストールみたいなものを1個持っておいてあげると、重宝するかもしれないですね。はい、もちろん革ジャンをねちょっと着てるところもちょっと見せたいので、基本的にはこう前を開けてちょっと首元を守ってあげるようにこうやって、後ろにしてあげるとちょっと革ジャンも見えて、スタイリングとしては一番スッキリと見えるかなと思います。もちろん好みでこうやって片方だけ上げたりですね。でどうしても寒い時なんかはもう首元だけ守って、もうなんかコートの中にこうやってしまっちゃって、もう閉めちゃえばちょっとね革ジャンは見せれないんですが、ちょっと外歩く間はコートを上から着てあげると。でお店の中に入るとね、やっぱりどうしても暑いのでコートとマフラーを取ってあげると、冬でも革ジャンで、室内過ごせるかなと思います。なんか逆にダウンとかを中に着込んだりするっていう方法もあるんですけども、そうすると電車の中とかお店の中に入った時にどうしても暑くて途中で革ジャンを脱いでそのダウンも脱がなきゃいけないみたいなね状況になっちゃうので、僕の場合は割に中は薄着といいますか、革ジャン1枚で過ごせるようなコーディネートをして、上からこうやってウールのコートを羽織ってあげると、冬も大好きな革ジャンを着ていただけるかなと思っております。はい。
でさらにですね、このピシテルパーカーはあの裏地がついてないものなんですが、次の動画を見てみると、はい、これあのピシテルも若干丈は長めですが、そこまでロングな、膝上の丈のロングコートなんですが、これはあのターン A という、ブランドのコートです。これはですね、あのカシミヤが入ったあのウルのコートなので、そして裏地もあのついてます。なのでもう格段にあったかいですね。はい、なんでこれなんかもう1月過ぎてね、1月2月の雪が降るような季節になると、革ジャンの上にね、こうやってちょっとカシミヤが入ったような、裏地がついたようなコートを着てあげると、ほんと真冬でも全然問題なく乗り切れるかなと思います。襟がついてるコートですので、なんか革ジャンもね、こう襟を立ててあげたりして、ステンカラーのね、襟も立ててあげたりすると、少しなんていうんですかね、まあ、都会的なというか、ちょっとあの雰囲気も出て、あのかっこよく着ていただけるかなと思います。先ほどの話のように、あのやっぱり首元がね開いてると、すごく寒さの原因になりますので、あのこのコートはね、ちょうどこうチンストラップがここについているので、もう襟も立てて、このチンストラップをこうやって、止めてあげるとですね、あの首から風が入らないので、もうこういうことだと全然あのマフラーとかも必要なく過ごせるかなと思います。まあ、あとはね、あのやっぱり1月2月雪が降ったりとか寒い日も続きますんで、ちょっとポケットにこういう手袋ね、レザーの手袋なんかを入れといてあげると、もうこれね、襟立ててレザーの手袋をしていれば、中のね、もちろん風も遮ってくれますし、あの中の薄手のニットで保温して、さらに上からウールのコートを着てあげると保温してくれるので、まあ本当にね、極寒でも問題なく過ごせるかと思います。まあこれね、あのもちろんこのコートはウエストにベルトもついているので、こうやってウエストのベルトをギュッとこう絞ってあげると、また雰囲気も変わってというか、ちょっとね、このコートは少しウエストの位置も高めにとっているので、ちょっとスタイリッシュなんですけども、あまりこうカッコつけた感じにもならず、ちょっと雰囲気も変えて着れるかと思うので、寒い時はあのウエストを絞って、もう風が入らないようにしてきてるのも一つの手かなと思います。はい、な感じでね、まあいろいろと革ジャンの上から何かを着るという方法っていうのは、まあだいぶね、最近は提案も結構いろんなところでされてると思いますが、革ジャン好きにとってはやっぱり革ジャンが主役でいたいので、本当はね、一番外に革ジャンを着れればいいんですけど、さっき言ったように部屋の中とか電車の中入った時にどうしても暑くなってしまうので、僕は外を歩く時はこういう、ロングコートを上から羽織って、店の中とかそういうちょっと暖かい場所にいる時は革ジャンで過ごすっていうのが、革ジャン好きの人にとっては一番なんかこう楽しめるというか、というコーディネートではないかなと、思います。はい、まあだからね、季節によってちょっと上から羽織るものも変えていけば一番いいんですかね。ちょっとまだ肌寒いなぐらいの時はこういうレザーのねコートでもいいですし、ちょっとナイロン系のコートでもいいですし、ちょっと薄手のものを革ジャンの上に羽織ってあげる。そして次はね、少し寒くなってくるとウールのコート、まあ、もうさらにもっと寒いなっていう時は少し丈の長めのちょっとこういうアルパカとかカシミヤが入ったような保温力の高いコートを上から着てあげるというのが一番理想かなと思います。はい、このコートの丈感でも結構やっぱ雰囲気が変わりますね。そうね、やっぱりロングコートってよく一般的には身長がね高くないと似合わないとかいう話もよくあるんだけども、本当丈感のバランスでロングコートでその身長の低い方も似合うアイテムだと思うので、ちょっとね膝より上の丈ぐらいのミドルコートというかミドルロングみたいなコートだと本当皆さん着やすい丈感かなと思います。もちろんねやっぱり巻きしマム丈っていうのかな、ああいうちょっと長いものっていうのはレディースでね身長低い子がすごく長く着てたりするっていう着方もあるかもしれないけど、男性はやっぱりちょっと長い丈のものっていうのはやっぱりなかなか着づらいと思うので、ちょっとお尻が隠れるかなぐらいのミドルロングというかの丈っていうのは結構合わせやすいと思いますし、ショート丈よりもあったかいんで、やっぱお尻が隠れてるっていうだけで全然冬あったかいので、まあそういうミドル丈のロングコートっていうのを選ぶのも一つかなと思います。はい、あんまロングコート着たことないっていう人には、うんうん、お尻隠れるぐらいの丈感が、そうね、お尻隠れるぐらいから始めて、なんか少しバランス的にもう少し 長くてもいけるなみたいな感じだったら、まあ膝
上ぐらいまでのロングコートがおすすめになるかな、うん、コートによってやっぱりそのジャンルがあるじゃない、はい、フィッシュテールみたいな少しこう、軍物というか、ミリタリーの要素が入ったようなコートだとやっぱりちょっとこうロックっぽく着こなしてもらえるし、逆にこういうステンカラーみたいなコートだとそれこそこういう革ジャンの時にも着れるけど、それこそ仕事のねスーツの上にも着れたりもするので、こういうステンカラーコートなんかは1枚あると仕事の時も使えて、まあ、ちょっとこう革ジャン着る時にも使える、まあ、ちょっとニュートラルな形っていうのもあると思うので、まあ、ちょっとそのコートのジャンルというかテイストも含め好きなものを選んでもらえるのが一番いいのかなと思います、はい、やっぱこの青のラストのインパクトが俺は好きです、はい、そうね、小瀬さんのリクエストでこのねコートが真っ黒にねこの青いコートを着てるとかっこいいよね、うん、かっこいいっすね、うん、よく俺も着ててもうボロボロだけどねこのコートもねもう何年も何年も結構着てたんで、革ジャンだけでもかっこいいんだけど、こういうちょっと尖った色だったり尖ったアイテムを合わせてあげるとさらになんかエッジの効いた感じで革ジャンも着れるのでいいかなと思いますね。という感じで、本日はですね、冬を制す、革ジャン×ロングコートということで、3パターンほど、ご紹介をいたしました。はい。これからね、まだどん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 寒くなるので、ぜひ、革ジャンと一緒にコートを活用して、冬もですね、革ジャンを楽しんでいただければと思います。はい。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。